皆さん、こんばんは。これは見れてるんでしょうか。聞こえますか。よかったら、チャットを書いていただければ。これみんな見れてるのかな。これすごい緊張する。見れてますか？皆さん。お、見えてます。聞こえます。見れてるよ。ありがとうございます。一応、オープニングなんで。皆さんこんばんは。クラシックギタリストの林翔太郎です。突然、生配信をやるということで。もう急にすいませんって感じなんですけど。一応、今集まってくださってる方は、結構、あ、こんばんは、こんばんは。ありがとうございます。普段から見てくださってる方が多いですかね。ほんと突然でびっくりだよ、すいません。あ、クスノキギター、あ、クスノキ音楽教室。クスノキさん見てます？ありがとうございます。今日先にちょっとお知らせしとくんですけど、スパチャはできない状態になっておりますので、まだちょっと契約をしてないもんで、僕の動画って広告つけられないんですよ。勝手についてるやつは YouTube かこうつけてるやつがあるんですけど、収益化まだしてないので、スパチャはちょっとできません。こんばんは。こんばんはです。今一応自己紹介しましょうか。こんな作ったんで。林翔太郎です。知ってる人の方が多そうですけど。なんか、さださんがやるじゃないですか、これ。生さだ。突然なのでびっくり。嬉しいです。突然すいません。林翔太郎です。よろしくお願いします。いや、ほんと。こんばんは。楽しみます。ありがとうございます。普段は YouTube ラジオでね、こう、事前に撮って、その編集したものを、こう、皆さんにお出ししてるんですけど、今日は生配信で、いつもラジオ撮るときはすごい構成とかいろいろ考えてやるんですよ。で、今日は、ほぼ何も考えてないです。すいません。ちょっと生配信というのを一回テストしてみたいなと思いまして、ちょっとね、変な映ってるな、これ。とやってみております。こんばんは。いっぱい、チャットありがとうございます。いや、本当にもう、一応今日は8時半までを予定してます。ドキドキが使ってきますか？いや、本当に緊張してるんですよ。一人で寂しいですね、これ。いや、メリークリスマス。ツリーナイス。お、ありがとうございます。これね、これ生徒さんにいただきました。お気に入りのやつ。ワクワクしながら待ってました。嬉しいです。林さんのギターの音色、憧れます。ありがとうございます。そう、あ、8時半までですね。あんま長くやっても、皆さんのご都合もあるかと思いますので。いや、すごいたくさんチャットありがとうございます。嬉しいな。いや、もう、あれですよ。あ、そうだ、乾杯するって、ツイッターとかに言っちゃったんで、皆さん飲み物持ってますか？なんかお茶とかでもいいんで。やっぱ生配信いいですね。真夜中まではちょっと厳しいです。かわいいです。あ、ツリー。ありがとうございます。これね、いいでしょう。ちょっとビール取ってきます。皆さんもなんか飲み物、つまみ用意して。あ、用意してるんですか？ちょっと待ってください。はい。
よいしょ。持ってきましたよ。コーヒー入れていきます？いってらっしゃいませ。すごいな。これ音とか画質はどうなんですかね。はい。私ビールでございます。すごいね。50人も見てくださってるんですか。嬉しい。一応ね、まあ8時半ぐらいまでを考えてます。バッチリです。おでん食べてるんですか。音良いです。よかった。ちょっと乾杯してもいいですか、皆さん。問題ないですよ。とてもいいです。ありがとうございます。これね、YouTube ラジオの第8回か7回かちょっと忘れちゃったんですけど、スペインビールのイネディットってやつですね。これ。あ、全然ピントが合わないね。スペインのビールです。ご紹介したやつですね。これ、スペインでね、飲んだことないんですけど、すごい、この間の企画で気に入っちゃいまして、これをスペインビール飲みたいと思います。映像も音も良いです。ノンアルコールビール持ってきました。スペインビールいいな。覚えてみます。スペインビール、ありがとうございます。乾杯準備 OK です。はい。じゃあちょっと開けます。よし。じゃあ乾杯しましょうか。いいですか、皆さん。もう2020年最後の、おそらく2020年はこれが最後の動画になります。じゃあ乾杯しましょう。お疲れ様でした。乾杯。イエーイ、乾杯。継ぎました？乾杯。いただきます。ああ、うま。おいしい。乾杯。乾杯。これ売ってませんでした。これなかなか売ってないんですよね。成城石井で僕見つけたんですよ、これ。乾杯。プハー。乾杯。ありがとうございます。乾杯。そう、皆さんも、くつろいでってください。8時半ぐらいまでやります。特に何も決めてません。はい。いや、もう本当にあれですよ。あと、1週間ちょいかな。2020年が終わってしまいます。もう本当、今年はもういろんなことがありすぎて、辛かったですね。特にもう3月、4月、5月あたりが一番きつくてですね。もう、精神的にかなりやられてましたね。やっぱりコロナのね、自粛をしてくださいっていうことで、で、またなんか、最近増えてきてるんで、来年は本当にいい年になるなといいと思ってるんですけど、いやでもね、なんか、僕が YouTube をやり始めたのは結構前なんですよ、実は。10年くらい前に、それこそ大学生の時ですかね、そのぐらいの時に、自分の演奏した動画とかですね、ちょっとだけ上げてたんですよ。で、まあ、そんな自分のチャンネルをこう大きくしようとかっていうのは10年前は別に考えてなかったんですけど、だからじゃあやってみようかなっていう感じでやって、それから、まあずっと YouTube に動画を上げたりはしてなかったんですけど、やっぱり、
こんだけ盛り上がってきてるしっていうことで、なんか2年ぐらい前ですかね、本気でちょっと YouTube に動画をアップしようと思ったのは。でその時はまだチャンネル登録者が何人ぐらいだっけ、30人ぐらいしかいなかったんですけど、もう2000人以上の方にフォローしていただいて本当嬉しいです。もうそれでまあ2019年はそう、僕ね毎年1月1日元旦ですよね、元日に朝すごい早起きするんですよ。いつも朝日をね見に行くその歩道橋があるんですけど、そこにおとそあるじゃないですか。おとそを水筒にちょっとだけ入れてくんですよ、朝日見に行くのに。でその水筒を持って、でまあ日が上がる前に歩道橋に行って、で日がパッと上がってきたら、今年はこれとこれとこれとこれをやります、目標はこれですみたいな、でこういう気持ちで生きてみますとか、目標を全部こうお日様に向かって言うんですよ。そう、それでそれを全部言い終えた後に持ってた水筒のお塗装ちょっとしか入ってないんですけどね、すぐ酔っちゃうからバーって飲んで、今年もよろしくお願いしますとかって一人でやってるんですけど、でその中のまあ、2019年の目標は月1本 YouTube に動画をアップするっていうやつで、必ずもう何でしょうね、お日様と契約しちゃったから絶対やるぞって言って、月に1本必ず演奏動画をこう自分で作ってこう上げてって、でなんとか2019年は毎月1本上げられたんですけど、で2020年の目標はですね、今度はラジオやろうって決めてたんですよ。でまあなんとか、まあ、今日これはまあちょっと YouTube 後で名前変えてアーカイブ残すかどうかちょっと分かんないんですけど、ラジオ絶対やろうと思って、まあ、それでもちょっとなんか勇気があんま出なくて、実際自分がこう喋ることにどれだけ需要があるのかとかっていうのが分からなかったんで、でもちょっととりあえずどっかのタイミングでやってみようと思ってたところにコロナがバーンと来たんですよ。で、まあ、コンサートも全部なくなるし、動画はもう月に1本作るってすごい大変なんで、それでかなりヘトヘトになってたんで、今年はまあ、そんな作れないだろうっていうのもあって、でまあじゃあこのタイミングでラジオやろうかなって思ったのが4月ぐらいだったかな。そうなんですよ。で、まあ、もう一つその2020年の目標でお日様に誓ったことがあるんですけど、小さな幸せを大切に生きようというね、目標があったんですけど、全然無理でした。もう全然無理でしたよ。小さな幸せもうそれどころじゃなかったですね。いやー、だからもう2021年はちょっと小さな幸せを大切に生きようと思っております。あ、こんばんは。去年の国分寺行きましたよ。素敵でした。おお、国分寺のありがとうございます。ラジオのおかげで林さんを知れました。いや、本当嬉しいですよ。なんか東京に住んでるんですけど、僕は。皆さんはどこに住んでるんですか？差し支えない方、ちょっと書いてくださいよ。チャットに。これ名前が出ちゃうからみんな恥ずかしいのかな？ニックネームとかでね、書いてる人は書きやすいでしょうけど。名古屋。おお、僕ね、名古屋に一時期住んでたことありますよ。ちっちゃい頃ですけどね。横浜、福岡、
福岡の隣の熊本、神戸、東京。いや、すごいね。いろんなとこが。神奈川、藤沢、沖縄。沖縄？すごいな。まだ聞いたことがないギタリストで聞いてみたい最上位の林翔太郎さんです。かゆい、かゆい、ちょっと。そう、6月ね、楽しみにしてたけど、中止になって、あ、そう、来年ね、僕大阪に行くんで、大阪近辺の方、ぜひ会いましょうよ。静岡、札幌、名古屋、千葉県、東京の片隅。実は東京です。すごい、なんか、うわぁ、いろんなところから見てくださってるんですね。名古屋行きたいですね。ちょっと前回のね、YouTube、なんか YouTube ラジオとか言って、最近全然 YouTube ラジオじゃなくなってきてるんですけど、ちょっとね、いろいろ挑戦するのが好きなので、どんどんなんか進化してきてるんですけど。いやー、そう。でね、その、前回のラジオの最後かな。いろんなところに、まあ、日本全国行きたいので、なんか呼んでくださいみたいなことで言ったんですけど、本当にもう今一番僕がやりたいのが、日本全国回りたいんですよ。本当に呼んでほしい。相模原市。アマチュアのコンサートのゲストに来てほしい。もう行きますよ、どこでも。福井。ああ、行きたい。福井県行ったことないですね。レッスントークとか需要あると思います。ああ、なるほどね。いや、本当ね、全国行きたいんですよ。やっぱどうしてもね、こう関東中心になってしまうので。うん。まあ、大阪と、なんだっけな、広島は去年行く予定だったんですけど、全部潰れちゃいました。フランスやドイツ、ウィーンに留学する方が多い中で、林さんはスペインに行かれましたが、何か理由がありますか？単純にギターといえばスペインみたいなノリですね。そういうイメージ。てか、スペインの雰囲気がちょっとやっぱ好きなんですよね。まあ、あと僕がお世話になってた、僕が習ってた先生がスペインに留学されてたんで、まあ、そういうところもあって、やっぱスペイン留学いいなと。うん、いや、本当に日本全国行きたいです。行けるように頑張ります。なんとか。ちょっとなんか、乾杯しそびれた人いるかもしれないんで、乾杯しましょうか、もう一回。乾杯。乾杯。お疲れ様です。もう2020年、お疲れ様です。いやー、もう疲れた。福岡来てよ。行きたいっすよ。こうか。佐賀のね、バルーン、何でしたっけ、バルーンフェスタ、乾杯です。バルーンフェスタっていうのに2年か3年か出させていただいたんですけど、その時はね、福岡にちょっと寄って、コンサートさせていただいた時もあるんですけど、福岡行きたいな。そっか。いや、でも嬉しいですね。こう、いろんな県の方が見てくれるっていう、すごい時代になりましたね。いや、ほんとすごい。なんか自分で、こう、新宮町？で、新宮町って僕が住んでたとこですよ、福岡の。どなただろう？なんか、知り合いかな？そう、あれ何の話してたっけ？あれ何の話しました僕。もう酔っ払ってた。
やばいやばい。隣の家に住んでる？隣の家？翔太くん、もしかして。まさかの。ごめんなさい、ちょっと幼なじみの名前を叫んでしまいました。全国巡り、ご当地のうまいもん巡りもありですよね。確かに。国分寺に住んでらっしゃるんですかね。ギター本来の音色とスペインの香りがする演奏を拝聴し、すっかり気に入りました。ありがとうございます。大当たり。ああ、やっぱり翔太くんなんだ。元気？すいません、本当、僕は生まれも育ちも福岡なんですけど、翔太くんっていう幼馴染がね、隣に住んでました。嬉しいな、応援してます。ありがとう。あ、そう。YouTube すごいなって話してましたね、さっきね。いや、本当、こうやって個人でメディアを持って発信できるって恐ろしいことですよね。なんかテレビがね、一昔前だと、テレビか新聞か、まあラジオかっていう感じだったと思うんですけど、僕最近ほとんどテレビ見なくなっちゃいました、もう。びっくりするぐらい。もう基本的に YouTube か、あと、インスタの動画ですね。皆さんテレビは見ますか？ YouTube やっぱ見ちゃう人多いのかな？ほんとテレビ見なくなりましたね。そのテレビはモニター化してるんですよ、完全に。地上波と BS の線抜いてあります。いつでも移動できるように。自分もテレビ見ないです。あ、仲間がいた。YouTube ありがたい。林さんの演奏繰り返し聞けます。あ、そうですよね。YouTube のいいとこってやっぱ、いつでも何回でも見れるってとこですもんね。そうね。テレビ見ないんすよね。新聞読まなくても大丈夫になった。まあ、ネットニュース、確かに。そうなんですよ。テレビ聞きながらギターの練習してます。ああ、なるほど。BGM 的な感じですね。あ、テレビがない人もいますね。テレビないです。テレビありません。後期伊藤って伊藤くん？ドイツの伊藤くんですか？まあ、もしかして。テレビ見なくなりました。YouTube ばっかりです。時々ラジオ的な配信してほしいです。そうですよね。テレビない。確かに。なんかそういえば、ちょっとね、コメントが、動画のコメントが来てて、読んでないやつとかがあったんで、少し紹介しようかなと思うんですけど。YouTube のおかげで田舎でも翔太郎を知ることができましたよ。一か八かですよ。わーい、わお。え、後期伊藤って伊藤くんですよね。ギタリストの。違ってたらどうしよう。同姓同名。わお、嬉しいです。そうです。あ、皆さん、ギタリストが、入ってきてくれてます。伊藤浩輝くんっていう、僕と同い年で今、ドイツ留学中の、ギタリストなんですけど、一緒に彼がドイツに行く前に、演奏させていただいたこととかもあります。伊藤くん、またよろしく。帰ってきたらよろしくお願いします。
ギターやギター以外の雑談楽しい。そうね。ギターだけのトークになっちゃうと、わかんない人もいらっしゃいますもんね。そう、一か八かの演奏ですよ。あ、伊藤さんのチャンネル見てます。そう、今、ギタリストの、僕と同い年の、ドイツ留学中の伊藤浩樹さんっていうギタリストがいるんですけど、彼があのコメントを残してくれてます。YouTube チャンネルがあるので、覗いてみてください。歌も上手。じゃあ歌勘弁してください。歌はね、相当気合い入れないと無理ですね。多分、ラジオの第2回目と3回目に歌ってるんですよ。終わりの方で。興味ある方聞いてみてください。2回、3回かな。そうそう。なんかね、そのコメントでいただいたやつで、ちょっと読んでないのがあるんですけど、僕が作るミュージックビデオが大好きで、いつも楽しく拝見しておりますが、作られたミュージックビデオの中で一番苦労した作品はどれですか？ご自身で一番気に入ってる作品があれば教えてくださいっていうコメントをいただいてるんですけど。これ難しいっすね、なんか。ちょっと待って。クラシックギターを知ってもらうために先駆者になってください。ありがとうございます。頑張ります。頑張ります。最高でした。声がいいね。ありがとうございます。興味あります。興味ある。何の興味ですか、これは。歌に関してですかね。今僕が読んだやつですかね。ちょっとね、この今言ったやつに回答させていただきます。基本的に僕のチャンネルに上がってるやつは、全部僕が一人でほぼ全部の工程をやってるんですけど、まあ演奏して録音して、実際に撮って編集してっていう全ての工程ですね。で、その中で一番苦労した作品はどれですかと。一番苦労したっていうかもう、全部すごい苦労してますけど、一番やっぱね、あ、そう、バーデン・パウエルの海岸のやつですよ。イパネマの娘を撮った時ですね。それが一番苦労しました。バックが海なんですよ。海を背景に、イパネマの娘のバーデン・パウエルバージョンを弾きたいって思って、それで青い海はどこだってこう探してたんですけど、なんだっけな、山口県です。山口県の海岸です。そこに行きました。で、あれ3分ぐらいの動画なんですけど、もうあれ3日間の映像がギュッてなってます。もう暑すぎて死ぬかと思いました。そう、だからね、一番苦労してるのはイパネマの娘なんですけど、もう全部苦労してます。もうものすごい時間と労力をかけてます。自分でも気違いだなって思う時ありますね。でも僕ね、ほんと映画が大好きで、もうね、映画いつか撮りたいなと思ってるぐらい好きなんですよ。だから、もうやってる時は夢中ですよね。そう。で、一番気に入ってるのは、一番気に入ってるのか。なんだろうな。次回作です。とかね。今あるのだと、やっぱ瑠璃色の地球かな？瑠璃色の地球は一番好きですね。あれは、
去年の僕が誕生日の日にあげたんですけど、もう自分の心境ともう完全にリンクしてるんですよ。20代すごく苦しかったんで、もう何かどうにかこうもっと夢を諦めずにやっていきたいっていう気持ちと、何かしなきゃいけないっていう感じで、あれもね、あの朝日のシーンがあるじゃないですか。あの朝日のシーンはだけで3日かかってるんですよ。朝日って難しいんですよ皆さん、あのすごい冬って朝日上がってくるの遅いじゃないですか。だから余計に早く起きなきゃいけないし、あ、逆かな、そんなことない、あれ逆になってる、言ってること。まあいいや。本当に3日間通ったんですよ。山の上に機材を担いで登って、で1日目はダメだった、で2日目もダメだった、3日目登ってやっといい感じのが撮れてっていう。であと他にこう挿入される朝の映像があるんですけど、あれも1日ずつ場所が違うんで、このカットは今日で、こっちのカットは明日とかいう感じで、朝早起き何日もしてるんです。あれ1週間分ぐらいのやつをこうやって集めて、もうバカですよね本当。そうでね、あのこの映ってますけど、このソファーがね出てきて、そううちで撮ってるんですけど、本当もう自分のあれはアレンジなんで、よかったら皆さん弾いてやってください。おお、なんかコメントがすごい溜まっちゃって、最近クラシックギターにハマってます、嬉しいな。美女と野獣、あ、美女と野獣も大好きですよ。あれもね、でも美女と野獣本当好きなんです。あの映像を実際にあのディズニーシーに行って撮りました。バカでしょ。ディズニーシー行って撮ってきましたよ。あの、アフター5でしたっけ？アフター6でしたっけ？ちょっと夕方安いんですよね、あれね。そう。なんか、こう、ズームレンズとかでこうやって一人でこう撮ってたら、すごい女子高生の集団がいて、盗撮されたとか言われたりしながら撮ってました。よくよく見ると、ああ、これディズニーシーだなって分かる人には分かる映像です。美女と野獣大好き。あ、去年のね、クリスマスの MV。そうなんですよ。あれもね、3箇所映像が撮ってあるんですけど、恵比寿と六本木と、丸の内です。これも日にちが違うんですよ。取りに行ってる。それで意外と気づかない方多いんですけど、演奏が終わった後にちょっとだけこう、ショートムービーみたいなのついてますんで、最後まで見ていただけると、最初のあの赤いコップがどういう意味だったのかみたいなのがちょっとわかるっていう感じになってます。ぜひ見てください。すごいブラジルかと思った。ブラジルではないです。バルセロナのベランダからの写真、猫。ああ、そうね。猫ちゃんいつもいましたね。死ななくてよかったです。本当ね。撮影の時も死にかけてましたんで。一人でやってます。ブリ色の地球いいですよね。本当。夏の庭も大変でした、もう。ほんと、一応ストーリーにしなきゃと思って。あれもストーリーになってるんですけど。冒頭でこう、線香花火を持ってるのが妹です。ありがとう。イパネマの撮影。あ、そうそうそう。もう映画みたいですよね。映画大好きです。
雨の音が入ってるのも好きです。そう、夏の庭にも入ってると思います。そうそう、 C に行きましたよ。アントニオ・デ・トーレス、あ、アントニオ・デ・トーレスって皆さん、ギターの、モダンギターの原型になったやつがあるんですけど、130年ぐらい前の楽器を弾かせていただいたんですよ。すごいいい音でしたね、あれね。お家が建っちゃうほど高いっていう。また見直すの楽しみ。ありがとうございます。去年のクリスマスのやつ何回も見ました。編集うまいな。ありがとうございます。夕焼けの映像があるのも良かった。小川の横にあった咲いている一輪の青い花も良かった。ありがとうございます。動画についての話を初めて伺ったので、後で改めて見るのが楽しみです。ありがとうございます。クラシックギター大好きで、アルハンブラ練習してます。発表会で緊張しないコツ。いや、緊張についてのラジオもやってるので、ぜひ聞いてください。緊張しないのは無理なんですよね。僕も無理です。苦労話を聞いてからのワクワクしますね。ありがとうございます。そう、意外とこれ時間すぐ経っちゃいますね。8時半までとか言ってもありそうなんですけど、火曜日のこの時間って結構皆さんお忙しいので、すいません。もう初めてでね、なんかすごい不慣れです。コメント読んでるスピードが速すぎて皆さん置いてってないかちょっと心配ですけど、嬉しいな、こんなにコメント来るの、本当嬉しいです。もう来年は、絶対ね、もうなんとかコロナが収まってくれると、信じてます。いや、定期的にされる予定ですか？うん、そうですね、できれば、こういう生配信もやっていきたいと思って思い始めて、ちょっとテストを兼ねて今日はやっております。あと忘年会ね、忘年会まだ半分なんですけど、結構酔っ払ってきました。飲みすぎです、すみません飲みすぎです。演奏されてる時の緊張は全く感じないけど、今の緊張はちょっとわかる。いや、これめちゃくちゃ緊張しますよ。初めてなんですけど。すごいなんか変な感じ。冬は爪が割れやすくないですか？どうしてますか？確かに、お風呂上がりに、こう、油を塗り込んでます。ここがいいらしいですよ。この爪の生え際。最高です。ありがとうございます。最高です。仲がいいギタリストはどなたですか？仲がいいギタリスト。どうなんでしょう。僕が一方的に仲いいと思ってるのか、向こうはそうでもないっていう場合もあるんで、控えておきます。っていうか、あんまり、僕はいろんな人とこうワイワイするのが苦手なんで、こうなんでしょうね、なんかいっぱいみんながこうやってる中に入っていけないんですよ。だからすごい寂しいやつです。仲良くしてください。そう、リモート忘年会、一緒に飲んでる気分。あ、嬉しいな。飲んでますよ、飲んでます。3万円のギターも林さん、早い。弾かれるといい音に聞こえました。
いや、3万円のギターはやっぱさすがに生で弾くと一発でわかりますよ。昨年のコンサートの時、腰痛と言ってました。その腰痛っていうかね、そのお尻が痛いんですよ。座骨が、こう、あんまり脂肪がないもんで、ずっと座ってるとすぐに座骨が痛くなっちゃうっていう。私はアラビア人です。はじめましてって。誰ですかね。はじめまして。コロナの最中にクラシックギターを初めて林さんのミュージックビデオを見て感動しました。ありがとうございます。そういうのすごい嬉しいな。エリアス・ボネット紹介で白杖ホールに来ました。ああ、そうなんですね。へえ。あ、はい、94人も見てくださってるんですか。こんなグダグダ配信ですいません。そうね、まあ、気に入ってるミュージックビデオは、そうかな、やっぱり瑠璃色の地球かな。全部気に入ってますけどね。そうなんですよ。痩せてると長く座ってんのがね。本当にお尻痛いんですよ、ここ。ぐだぐだ最高ですか。本当にいいの、これで。ちょっと初めての生配信なんで。よく分かっておりません。そう、もう一回聞いてみようかな。90人見てるってことは、まあでもコメント差し支えない方だけでいいんですけど、皆さんどこにお住まいですか？県を書いてください。もう一回書いてみてください。さっき書いてくださった方は、また書いてもいいけど、書ける方だけ、僕は東京です。福岡県出身の東京在住でございます。岡山。神奈川県。島根。京都。おー、すごいな。滋賀、東京です。中林県。三重県、神奈川県。面白い。中林県です。大阪です。神奈川です。愛知県です。群馬県。うーわ、すごい。相模原、来てね。行きます。福岡だけど、名古屋に単身赴任中。ああ、なるほど。冴えない東京。いや、大丈夫です。僕も東京に住んでます。いや、嬉しいです。こんな全国とつながれるんですもんね。いや、すごいな、これ。When did you start learning classic guitar? 13 years old, when I was 13 years old, I think. I don't remember clearly. そう、13歳ぐらいから真面目にやり始めました。すごい、すごいってことかな。すごい。東京です。東京だ。なんか嬉しいな。こんなにいろんな県の人とつながれるってすごいな。英語うまい。本当ですか。何カ国語話せますか？日本語。スペイン語、英語ちょっと。鹿児島、おお。埼玉。いや、ほんと感動ですね、これ。なんか、
翔んで埼玉 翔んで埼玉を見なきゃな。面白そうだもんな。最近スペイン語を話す機会とかある？スペイン語話す機会はないかな。Facebook とかで友達と、もう向こうの友達とやりとりはたまにしますけど、英語とスペイン語で話すだ、どっちが丸か、どっちが話せるかってことですか。多分、話すんだったらスペイン語かな。読むんだったら英語ですね、圧倒的に。スペイン語は読むのはちょっと時間かかる。英語だったら、英語の方が読むのは早いですよね。皆さんそうじゃないかな。もう配信から結構な時間が経っておりますので、ちょっとね、今日はテスト配信のような形になってしまったんですけど、とりあえず今年の配信というか動画はこれが最後です。本当にもうとんでもない年でしたね。来年はなんとか切り抜けたいです。僕も頑張ります。ね、あっという間ですよね。もう8時半なんですよ。なんかようやく僕も落ち着いてきました。これなんかアーカイブ見るの恥ずかしいな。一応、まあ、ちょっとアーカイブは残そうとは思ってますけど、もしかしたら、閉じちゃうかもしれない。わかんないけど。林さんのコンサート行きたいです。もう来てください。ていうか、全国を回りたいです。なんとか回る方法はないんだろうか。皆さん、助けてください。コロナだからどうしようもないですよね。はい。ということで、もう、本当、2020年、大変な年でしたけど、まあ、なんとかね、ここまで、この年は来ましたよ。お疲れ様でしたよ。もう一回だけ乾杯しとこうかな。皆さん、乾杯しましょう。まだ一本目なんだけど、かなり酔ってますね、僕ね。乾杯。もう一回だけ。乾杯。はい。ありがとうございました。ダメだ、やっぱり。ああ、ビールこぼしちゃった。酔っ払いですね、もう。いかん。むちゃくちゃビールをぶちまけました、今。うわ。ありがとうございます。生配信の一番最後に酔っ払ってビールぶちまけるっていう大失態しちゃいました。どうか、コロナ気をつけて、僕も気をつけます。なんとかね、まあ、この状況ですけど楽しく過ごす方法を見つけていきましょう。粗相してしまいました。もう一回だけ乾杯してお別れしましょうか、じゃあ。じゃあ皆さん、持ってる方、2020年、お疲れ様でした。ありがとうございました。乾杯。ありがとうございました。ちょっともう一回この後、まあ、今日はちょっと無理だけど、この放送を見返して反省しておきます。また2021年もよろしくお願いします。それでは、また次回。メリークリスマス&良いお年を。じゃあねー。